自転車を適当に止めてきました。黄色いお花が咲いてますね。あれはひまわりでしょうか。実は今日はひまわりを見に来たんですけども。キバナコスモス。自転車どこに置いたか分かんなくなっちゃいました。やっと見つけました。自転車置くときはちゃんと確認して、なんかメモとか取っといた方がいいですね。茂みの中に自転車を置いて移動すると、番号分かっていても、この地図を見て、もう細かい道が載ってないので、離れるときは遠くまで行かない方がいいです。自転車探しに1時間かかるって思いました。焦りました。見つかってよかった。こんなはずでは。
木漏れ日の里。ご視聴ありがとうございました。